はい、皆さんこんにちは、アチェでございます。88の無限の心臓2やっていきたいと思います。これは間違えてないの？そうだね、こうだよね。で、私は上から来たよね。上から来たので、ちょっと待ってね、やっぱりいろいろ、そうだ、私カンニングするって言ったのにカンニングできてないね。ちょっと戦ってる、このゲームいいんですよね。戦ってる間にいろんなもん見れるんで、タクティカルコンバットってそういう意味じゃ便利ですね。ちょっといろいろ調べていきましょう。いや、私ね、上から来て、マインドリンク、サイコメトリー、プルショック、なんだろうね、プルショックって。これね、さっきのとこで出ていって、南に下った方がいいのかもしんないね。ちょっと見ていきましょう。遊銀さん。あれ？遊銀さん仲間なの？条件がなかった？あれれれれ、なんかね、攻略ページではね、遊銀さん仲間にしてますね。あのシルビアさん仲間する前に、まあちょっと寄れたら寄ってみてもいいのかもわかんないですね。港町白黒ですね。でこれでね、こう行って、これ右行ける、あら、こっち、こっちではないの？敵避けることできないからね。ちょっとね、遊銀さん、でもまあ今回別に遊銀さんいらないっちゃいらないんで、分かれ道あるね。あれ、私こっちから来たような気がするんだけど、うわ、似たような作りだね。あ、これ似たような作りっていうか一緒の作りにしてんだね。ちょっと待ってね、気になるのがね、これ一本道じゃないのかな。で、はい、でこっちも入れるでしょ。これでも仮想に行ってる気もするんだけどね。私、上層に向かわないといけない気がするんです。ああ、ドラゴマを守ってる。これは何かあるかもわかんないね。はい、セーブしときましょう。これちょっとできなかったらもうどうしようもないので。ああ、厳しいな。勝てる？でもこれあれだね、できるんだったら、あー、やっぱメルローズさんやばいわ。おお、消えた、メルローズさん。これはダメだ。あー、メルローズさん消えちゃったね。あのドラゴンはあれか、なんかありそうだね。ちょっとこのディスク入れ替えめんどくさいので、あれで対応しましょう。で、ちょっと止めて、リアル2時間動くんでね。いや、これに勝てないといけないんだね。これ多分、順路としては合ってますね。これ集中攻撃した方がいいのか。もう封じられたらかなり厳しくなるんだね。で、やられるのはメルローズさんだね。ここで私が魔法を使うべきなのか。メルローズさん逃げてほしいんだけど。あ、逃げてんね。逃げてっけど大丈夫かい？うお、死にかけてる。なんとか勝ったね。ああ、よかったよかった。ああ、よかった。もうセーブだね。
さあ、じゃあ、これ順路合ってますよね。あ、回復しとこう。敵と戦って回復しとこうってもいいですけどね。弱い敵と戦って回復しときましょう。でもね、そう思うとメルドールさんもチャクラムに変えてる方がいいのかな。戦士でも結構ね、投擲、まあシルビアさんがそうです、そうのように投擲でも全然いいんで、これシルビアさんを前衛にしちゃったら多分シルビアさんやられちゃうよね、ドラゴン相手だったら。そんな気がする。おお、合ってるわ。天井いけるわ。天井とか、あれ何もない何もないわけはないと思うんですけどね。おところぼこ戦闘のが入ってました。ほう、あ、なんかいろいろ書いてるね。とりあえず私合ってるみたいです、順路は。で、戦闘の手に入れたでしょ。誰が持ってますか、戦闘の。私じゃないね。戦闘のは、あ、ミルローズさん持ってるか。じゃあ装備しましょうか。で、戦闘の、武器装備、近接戦闘ので147。あ、全然違うわ。めっちゃ強なってる。こうしましょう。で、もうドラゴンはほっときましょう。あ、ほんでセーブね。セーブ忘れずに。一応ね、普通のセーブはこっちにしときましょう。あ、でもね、考えたら、スナップショットの方が楽なんだよね。は？あ、で、またドラゴンか。このドラゴン敵いそうだな。いっぱいいそうだな。やっぱりこんな状態から始まるのか。うわ、シュリエさん死ぬ。これはダメだな。なんか私使える？個別、私、はい。んで、私が魔法で、あ、呪文封じされてんのか。で、薬？うん。あ、持ってません。持ってないからできないのか。あ、で、封じられるのか。あー、これはどうしようかな。この封じられるのなんかできないかな。薬しかないのかな。あのドラゴンは絶対倒さないとダメでしょ。あれにしときゃよかったね。困ったな。え、ここ、ちょっと待って、あれあ、そうか、取ってきたのか。取ってんですよね、私ね。あ、取ってる取ってる。どうしたものかな。ここは、あ、スナップショットしてたかな、私。ここはね、勝てるかな。傷口持ってなかったね。こっから傷、あー、ワープ、いや、ワープ、あ、物理防御上げてんのか、敵は。うわ、それは辛いな。ドラゴン強すぎる。うわー、私がやばい。私死んだね。もう一回倒し取ってここまで帰ってこいっていうのもめちゃくちゃ辛いね。ドラゴンはどうもあれみたいですね。
ドラゴンはドームですね、魔法を封じた上に自分の物理防御を上げるということのようなので、これはちょっとどうしたらいいかな。単純にレベル上げるしかないのかな。でも次レベル上がったらどうするかっていうことになるんですよね。それも決めないといけないので、育て方ですね、職業と育て方について、悩ましいな。このドラゴンはこれランダムなのかな。4匹だったら全然減っちゃうと思います。これね、ちょっと変えてみましょうか。戦うの持ってたのかな。戦うの持ってんですけど、メルブルさん戦うの持ってるでしょ。これね、作戦でね、使用制限でメルローズさん今ね、これをオンにしましょうか。これをオンにして戦ったらどうなるのという感じでちょっと思いますね。なので、よいしょ、これでいったらどうなのかなと。何匹出てきますかね。もうずっとこの関節ね、でも結構今すごい食らったね、ダメージね、メルローズさんが。どうです今の作戦的にちょっとここで回復していきましょうか。回復してくれない。あ、イアラさん回復してくれると思ったけどしてくんないね。さっきのレベルアップでどう見てもあのイアラさんが覚えた魔法は復活魔法には見えないので、作戦だね。で役割、イアラさん、そうだね、救護、あれ装備か。あ、そうかそうか、装備か、魔法装備だっけ。で復活まだないでしょ。まだ覚えてません。蘇生覚えてんだけどね、リバイブ。蘇生ってなんだろうって思っちゃうんですけど、さっきこれ4匹だったんですけどね、敵ね。数はランダムなのかな。いや4匹だ、一緒だ。ということはランダムじゃないんだね。で物理を結構上げてんですよね。でドラゴンは近寄ると、おー死んだ。集中されるんだ。となるとね、よいしょ、ちょっとここで今私が考えたことがあります。ここでね、うわー、もういきなり前から来てるか。集中攻撃でこれからいきましょう。よし、一気に倒せたね。で集中攻撃で次はこれかな。もう集中攻撃でいきましょう。あ、敵も集中攻撃してくるのか。で、あれ今集中攻撃してる敵が、何これ、対戦者設定変更。ああ、もう設定してるのか。ああ、変更。で、これ私逃げないと、私全然逃げてないもんね。ああ、そっかそっか。メルローズさんが私の蓋したんだね。ああ、これは厳しいな。
厳しいな。これもあれだね。いやー、ということで、おそらくこれは無理だね。あのね、この天井に行かないといけない、いけないみたいです、とりあえず。なのでちょっとやっぱりまだ弱いので、まあ4人とも、あ、そうか、ドラゴンはあれだね、ドラゴンは結局魔法飛ばしてくるので、これやっぱりオフかな。さあどうしましょう。ちょっと育ててから来ようかな。じゃあね、この辺で終わっておきましょう。多分ね、次のパート始める前までに、あの、あれすると思います。いっぺん帰って傷薬積んで、傷薬たらふく買って来るかな。ちょっとそんなこと考えたりします。じゃあ、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。